次に高橋千鶴子君。はい、委員長。高橋君。日本共産党の高橋千鶴子です。土屋大臣に初めて質問をいたします。先ほど来、大臣の所信に対する皆さん の, あの質問の、まあ、意見というか趣旨というか、あの同じことをみんな感じているんだなって思いましたし、同時にあの大臣が非常に誠意を持ってあのお答えいただいているということは、とてもその気持ちは伝わってきたなと思っております。就任以降、福島、宮城、岩手を頻繁に訪問して被災地の声を聞いてきたとおっしゃいました。ただ復興大臣として被災地を訪ねるのは本当に敬意を表したいと思うんですが、被災地にしてみると毎回違う大臣が初めましてってなると、それってどうなんでしょうかと、やっぱどうしてもそれをね言いたくなるんですね。改造のたびに復興大臣が変わるというのは政府の復興に対する姿勢が問われるんだよ、やはり軽く見られている、そう思うんですが、大臣の受け止めを伺いたいと思います。土屋大臣。これはですね、人事に関しては、まあ、私が言うまでもなく総理の専権事項でございますので、なかなかあの、私からそれ以上は言えない状況でございますけど、私自身はですね、復興大臣にあの指名されたときですね、先ほどもちょっと話しましたけど、戸惑った部分あったんです。ですけども、待てよといろいろ考えてみますと、あの法律にも書かれているように司令塔の機能であるということを、考えますと、私も、まあ、議員生活非常に長くなっておりますので、いろんな委員会にも所属しておりますし、いろんな省との関係も、まあ、築いてこれましたので、もしかして私に向いているのかなという気持ちは持ちました。そしてまたあの地域を回って歩いて、あの女性たちの声を、ね、しっかり聞いていきたいなというのが私の思いでございましたけど、まだあのそんなに大勢の女性と話はしておりませんけども、やっぱりこの災害があると見えないけども女性があのバックで頑張っているというのは前から言われていることでございますので、そういう点も見ながらですね、しっかりと活動していきたいなと思っております。どうぞよろしくお願いします。高橋千鶴子君、はい、ありがとうございます。あの、まあ、人事に対しては言えないんだというお話でしたけれども、その、 あの思いを、ね、あのしっかりとあの伝えてですね、やっぱりの復興大臣というのを責任を持ってやるべきなんだということ、司令塔の役割を正直ね、あのやっぱりこうちょっと皆さんも指摘されたように各省庁にあの遠慮しているというようなあの事態がありまして、やっぱり復興庁を作るときにやっぱり他とは違うんだと、司令塔の役割なんだということを確認して私もその場にいましたので、やっぱりそこをね大いに発揮をしていただきたいと思うし、またせっかくねあの女性たちの声も生かしたいということをおっしゃいましたので、どうしてもあの大臣が来る総理が来るっていうといいとこ見せたくなるというのもありますから、そうじゃなくてあのリアルなところを話を聞きたいと、そういうことで頑張っていただければいいなというふうにあの思っております。よろしくお願いいたします。であの次に移ります。資料の1を見てください。先ほど来議論になっておりますけれど、東電福島第一原発で10月25日に発生した増設アルプス、配管洗浄作業における身体汚染の、これあの時系列の表であります。でアルプスの運転に伴い配管内にたまった炭酸塩を硝酸で溶かして作業するあの洗浄するという作業だそうです。で洗浄廃液を受け入れタンクに注ぐホースが外れて作業員がこれを浴びてしまったということで、あの資料の丸2にあるように、その作業員は5人、3次下請けであります。3つの協力会社の社員であって、元請けは東芝エネルギーシステムズ。あの計画線量が 0.6 ミリシーベルトで、ガンマ 0.5 ミリシーベルト、ベータ5ミリシーベルトのところをAPD が振り切ってアラームが鳴ったということでありました。で山中原子力委員長は今回の事態事案を東電の実施計画違反とコメントしています。で資料の2枚目にあるように、本来はタイベックを二重に着て、その上にあのラックを着て
やはり撥水性がないといけないというべきところが来ていなかったことが指摘されておりますが、実施計画上はどうなっていたのか。つまり資料の3に5人の配置図があるんですけれども、これ協力会社 XYZ で分けており書いております。で、受け入れタンクの前にいた作業員 A さんは一時的に C さんと交代したということなんですね。で、まあ、それちゃんと言わなかったのが悪いとかいうのもあるんですが、もともと交代云々にかかわらず5人全員が来ているべきだったという理解でよいのか。で、その他には違反はないのか、お願いします。原子力規制委員会山中委員長。お答えいたします。東京電力が福島第一原子力発電所事故後に必要な作業を行うにあたっては、認可された実施計画に従って保安措置等を実施することが法律では義務付けられております。ご指摘の事案については5人の作業員のうち身体汚染を受けた作業員が本来作業手順に定められているアノラックの着用を行っていない状態で作業に従事していたことなど、東京電力が定めた手順に違反していたことがすでに確認されていることから、実施計画に違反していると考えております。原子力規制委員会としては今回の事案が発生した直後から現地の検査官が中心となり、他に違反がなかったかという観点を含めまして、事案の発生経緯等について保安上の問題点の確認をしているところでございます。この検査の結果を受けて実施計画違反の影響の程度や再発防止策の妥当性等について判断する予定でございます。高橋千鶴子君。はい。今手順違反だというところで実施計画違反ではあるだろうと、ただ他にもあるということについては詳細な、ね、審査の上でというお答えだったかと思います。それで NH 庁に伺います。昨日東電から増設アルプス配管洗浄作業における身体汚染発生を踏まえた対応についてが公表されました。で、当初広報は5人全員が東芝傘下の同じ企業の社員だと認識していたとこう書いてあって驚きました。で、さらに配布資料にはなかった工事担当者1人、今の 5人 の配置図を広げているんですが、この他にですね、工事担当者1人と放射線管理員2人が図の中に追加されていて、参考ということでその5人の産業員とは別に工事担当者、設計担当者、管理員2人、この別現場にいた作業責任者の方の被曝線量も引きされていて、まあ、身体の汚染付着がありませんので、まあ、大したことないという、いうの資料なんですよね。ただそのうち4名は元請けである東芝の社員であったと、そのうち4名というのはここに書いている人以外の人が東芝の社員であったということがその昨日の資料を見て分かったわけです。そして班長資格のない三次受けの、B さんに代行させて、班長代行させてたと、もうちょっとこれ自体大変驚く中身だったわけですね。25日に事故発生して最初の規制庁と東電の面談が31日、規制委員会で議論されたのは翌1日です。詳細な事故原因などがすぐにわからないのはやむを得ないと思っていましたが、当日その場にいた人の数が2週間以上経って初めてわかる。どういうことなんでしょうか。私が通告していたのは本来班長などがその場にいなければならなかった人、他にもいるんですよねって、つまり5人の他にもいなければならなかった人っていう質問を通告しておりました。で、実際は何人で、何人いなければならなかったのかということをお分かりになったらお答えください。それからせっかくですのでこの問題について人の配置がね、全然報告と最初の報告と違ってたってことについて山中委員長の感想を一言伺いたいと思います。先に委員長。
経済産業省湯本大臣官房原子力事故災害対処審議官。お答え申し上げます。委員ご指摘のとおり、昨日東京電力が公表いたしました資料によりますと、今回の事案が発生した現場にですね、いた人数ということでは10名ということになります。広報の関係ではですね、これまで身体汚染というところで事実関係をご説明してきたということでございまして、これまでそういう意味で身体汚染の懸念があった作業員の方を中心にですね、ご説明をしてまいりました。で、昨日東芝の方から正式な形で今回の事案についての結果の報告書が上がってきたということで、その中に含まれておりましたその他のですね、工事担当者等の情報についてもご説明をさせていただいているというふうに承知しております。原子力規制委員会山中委員長。お答えいたします。東京電力の発表が本事案につきまして2点3点しているということは承知しております。繰り返しになりますけれども、原子力規制委員会としては今回の事案が発生した直後から現地の検査官が中心となって状況を正確に把握するとともに、他に違反がなかったのかどうかという観点を含めまして、事案の発生の経緯、保安上の問題点の確認を現在行っているところでございます。この結果を受けまして、実施計画違反の影響の程度、あるいは発生防止策の妥当性等について今後判断をする予定にしております。高橋千鶴子君。先ほどのね、この10名というね、答弁、正直すごい驚くんですよね。で、その5人しか図に載ってない理由が、占領評価の必要がある人ではないみたいなことを言っておりましたけれども、それもおかしいと思うんですよね。で、そもそもその東芝の社員だと思い込んでいたということ、班長、資格のない人がやってた。でここにある C さんという方は現場を離れています。別エリアに移動しているから汚染されてないんですよ。その理屈で言ったら、ここにいた方、東芝の社員であろうと、ね、当然図に載っていて報告されるべきではなかったか。これ曖昧にできないと思いますが、いかがですか。経産省湯本事故災害対処審議官。お答え申し上げます。東京電力の方で、事案のですね、内容について、ご説明をしている際に、それぞれ東芝からですね、いくつかの下請けを返してますけれども、どういった下請けの構造の中でこの事案が行われたかということもご説明をしてきたかと思います。実際に現場のですね、地図の形ではお示しはしておりませんけれども、こういったことが判明した都度ですね、追加の情報という形で、公表させていただいているというふうに承知しております。高橋千鶴子君。規制委員会が最初に聞き取りしてから2週間経ってるんですよ。占領評価の話はね、この後しますけれど、それは難しいのは分かってます。でもその場にいた人が何人かもね、2週間経たなきゃ分かんないって、それは分かんないんじゃなくて教えてないっていうだけの話ですよね。そういうことがやっぱりね、姿勢が問われるこのように思うんですね。それでちょっと時間の関係で一つ飛ばしますが、占領権が振り切れてアラームが鳴って、管理区域体質基準以下に除染しても落とせなかったというほどの汚染があったわけですけれども、まだ占領評価は完成してないという状態でありますけれども、これをきちっと求める理由、重要性について山中委員長に伺います。はい、原子力規制委員会山中委員長。お答えいたします。東京電力は福島第一原子力発電所事故の影響を受けまして、福島第一原子力発電所事故の
敷地のほぼ全体を放射線管理の対象区域として指定した上で、規制委員会の認可を受けた実施計画に基づいて、放射線業務従事者の被曝を合理的に達成できる限り低くするよう、放射線防護の措置や作業管理を行うことになっております。また事故トラブルの発生によって、放射線業務従事者の全身に対する実光線量が5ミリシーベルト、または皮膚に対する透過線量が年間500ミリシーベルトを超える被曝があったときには、原子炉等規制法に基づき定めた規則等により事業者が規制委員会にその旨を報告することを求めております。こうしたことを踏まえまして、東京電力は汚染による被曝が生じた放射線業務従事者の被曝線量を評価する必要があり、規制委員会としてもこの状況の把握に努めているところでございます。高橋千鶴子君。はい、今法令報告にね、と該当する基準かどうかっていうのを評価する必要があると、やはり全体が放射線管理区域であるからというご指摘があったのはとても大事なことだと思いますし、11月1日の記者会見で山中委員長自身が作業員の健康の問題っていうのは非常に重要ですので、実効線量の評価というのは重要なポイントの一つだとおっしゃっております。やはりそういう立場ではないのかなと思っています。今回の作業員の B さんという方がこの作業を前にもやったことがあって、今まで一度もこのなんていうんですかね、飛散すると浴びるということがなかったから、ラック着なくてもいいと思ったと、つまり三次下請けなのに自分の経験で判断しちゃってるって、これ本当にこういう深刻な事態が、ね、起こってるんだなって思ってね、徹底していかなければならないと思うんですね。それで私は8日の記者会見で山中委員長がおっしゃったこと、とても大事だなと思うんですが、東電の社員が現場に出てきちっと現場が分かった上で作業を進めてくださいということをお願いしていると答えていらっしゃいます。でこれ本当にね、実際に元請けの東芝ですらちゃんと把握してなくて、ましてそこに委託した東電自体はことのなんていうか顛末を、ね、ほとんど分かっていないということなわけですよね。そしてこういうラインがもう無数にあるということでは、やはりもっと東電が現場に出なければいけないと、そういう事態なんではないかと思いますが、いかがでしょうか。原子力規制委員会山中委員長。お答えいたします。東京電力福島第一原子力発電所における廃炉作業にあたっては、東京電力の社員自身が現場の状況をよく把握した上で作業を管理して進めることが重要であると考えております。この考えについては私が現場を視察する際にも常々東京電力に伝えているところでございます。なお今回の事案については東京電力の作業管理のあり方も含め、発生要因など現地の検査官が中心となって検査で確認をしているところであり、具体的な再発防止策の妥当性については今後の検査の結果を通じて判断をしていくことになると考えております。高橋千鶴子君。一つ一つの事案についてはね、再発防止ということでその大臣には至らないというそういう判断かもしれないんですね。だけどもそれが無数に積み重なって30年40年50年ってずっとこの作業をやっていかなきゃいけないんだということを考えたときにね、やっぱり作業員もかなりの限界ですよね。もうタイベック着てマスクつけてるだけでも私本当つらいって自分自身が不安に入ったときそう思いましたけれど、その上にラック着て作業してるわけですよ。こういうことを考えても本当にね、この作業をね
モチベーション続けていけるように、やっぱ東電がもっともっと責任を果たさなきゃいけないし、そのためにはやっぱり廃炉作業に集中すべきだと思うんです。申し訳なかったです、この質問の吉田政務官いらしていただいてるんですが、時間が来てしまいましたので要望にしたいと思うんですけれども、やっぱりね、この規制委員会もこの東電のこの福島の事故を取り上げているその傍らで、また柏崎刈羽の原発の再審査の問題もやってるわけですよね。でも同じ東電、やっぱりそこに集中する、それだけの人がもういるんじゃないんだと、再稼働を考えている場合じゃないんだということをね、私は今日は言いたかったということであります。よろしくお願いします。ありがとうございました。